皆さん、こんにちは。剣道具専門店、大須賀のまゆです。ようこです。剣道初心者の皆さんのための動画です。それでは、ご覧ください。どうぞ。では、垂れ紐と胴紐の結び方を紹介していきます。いろいろな結び方はありますが、今回は簡単な結び方を紹介していきます。では、まず、垂れの結び方です。タレを膝の上に置いて、紐を左側の大だれのところに巻きつけていきます。ここまで巻きつけたら、端っこは中にしまって完成です。反対側も同じようにやります。大だれに巻きつけて、最後中にしまって完成です。続いて胴紐の結び方です。まず長い方の上の長い方の紐を取ってバッテンを作ります。そしたら後ろに回して次に前に持ってきたら蝶結びをします。続いて下の短い胴紐は前に持ってきて同じように蝶結びをします。これで完成です。以上で垂れ紐と胴紐の結び方の紹介を終わります。これから防具袋へしまう時のしまい方について説明します。ではまずタレからしまいます。タレは名前が逆さまになるようにこの向きで入れていきます。続いて胴です。胴はこの向きで入れます。次に面です。面も逆さまにして箱が折れないようにこの向きでしまいます。あとは固定を左右に入れて、これで完成です。